手のひらをちょっと描いてる時期がありまして、でその手のひらを描いてた作品をいろいろこう抽象的な表現を、でこう構成し直しているうちにですね、まあ、手のひらの造形がなくなって、それよりも風景的なというかこう牧歌的なこう田園風景のようなものが浮かんできまして、で、まあ、抽象画なんで、まあ、何ともそれを説明する方法がないんですけれども、もともとの出発は手のひらからだったので、手のひらに、ね、ひらっていう字が入っているもので、ひらっていう字を使ってみようかなと思ったんですけれども、どうもちょっとひねくれているもので、そのひらだけではちょっとこうつかみがあれかなと思いまして、でそれを平と読み直して、しかも白仮名にして平という題名をつけてみたんですけども、意外と皆さんハテナマークがいっぱい出て、これはなかなかあのハテナが多くていい感じかなという、そういう感触でこの平という名前をこうつけさせてもらいました。まあ、最初の時点からその手のひらというイメージはもうデッサンの中には入れなくて、もう画面全体でそのまあ、地表のうごめきみたいなものを一気に、まあ、題名はそのまま平なんですけれども、まあ、やってる内容はもう、大地をこうドローイングするようなイメージではいってますので、まあ、どこが指だとかそういうものは完全にない状態で作ってます。こっちのね、少しね緑っぽい作品はかなりアドリブが効いてきたというか、その画面のそのなんていうかうごめきとかそういったものを無理に出そうとせずに、もうちょいとらわれないね、筆の動きもより速くして、画面の動きを強調した状態から生まれる感じにしたんです。まあ、色に関しては、まあ、そのぐらいこう自分がこう晴れた感じでこう扱うので、少しこうサイドのこういいものというか、こうちょっと明るめの色を使ってみることによって、その、まあ、瞬発力の高めだというか、そういうところ狙いがありますか。そうですね、暴れたいねやっぱり大きい作品の方がね合うみたいなんでね、小さいのは、まあ、確かにいろいろ面白いこともできるんですけど、まあ、大きいものはその狙い自体も忘れて、自分が何してるか記憶がない、世界に入っていけるので、そっちの方をこれからちょっと重視して、こんなのができてしまったっていう自分が後驚きみたいな、作風ができるようになってきたですね。結構、まあ、僕割とこう、作家としても、まあ、ジャンプ力がある方だとは思うんですけども、今回は割とこう思い切ってこう飛び降りた感というのを、見ていただきたいなと、よくそこから飛び降りたなみたいな、そういう表現というんですかね、めちゃくちゃさというか、そういったものをぜひ見ていただきたいと思います。